死の太陽、そんなのいるわけ。え、なんで今やられたの。まさか空に。デスさん、見た目は空に浮かぶ赤い太陽の姿で、ある召喚方法をすることで現世に現れ、マグマや炎などを使いプレイヤーを恐怖に陥れるという。もしもこいつを召喚してしまったら。というわけで今回は都市伝説モブのデスさんが現れた始祖地、それがこれ、デス .S。 この始祖地に行くと空に現れたと言われているので、今回も召喚方法などを試して実際に出会えるのか検証していきたいと思います。というわけで、冬より夏の太陽が好きな人は高評価してね。暑いけど夏最高じゃない。目標効果数は1000。目標化しないと毎日夢の中にデスさんが。めっちゃ暑そう。デスさんは都市伝説モブの中でもデスムーンと同じく近年発見されたモブ。危険すぎるこの空のモブたちは一体どんな関係が。前回のデスムーンもねマジで怖かったから、今回も本当に心配なんだけども。え、ちょっと待って、何これ。はえ、ちょっと待って、なんかさ、始まった瞬間からめっちゃマグマに囲まれてんだけど、何これ。え、こんなことあるの。え、今もしもさ、僕が一歩でも動いたらこのマグマにダイブしたってことでしょ。この人たちやばくない。とりあえず最初にね、あそこに飛ばないといけないのか。いくよ、せーの、はい。お、危ねえ。なんだこれ。やっぱあれかな、デスさんってだけあって炎とかマグマを使うね都市伝説モブだから、だからやっぱり最初からさ、この辺にマグマがこんなにあるのかな。いた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 。というわけで早速さ、この人たちで検証していきたいんだけど、ちょ、今始まってさ、ちょっとだけサバイバルしてちょっとね異変を感じたからさ、それだけまず紹介し、まずね、今一つさ、雨降ってると思うんだけど、空から。なのにさ、なんかね、周りの炎がね全く消えないんだけど、何これ。普通さ、マイクラってさ、炎がさ雨降ったら消えるくない。なんでこれ消えないので、あともう一つなんだけど、今ね始めたばっかりでマグマとかね運ぶためのねバケツとか持ってないんだけど、なんか最初からさ、マグマがなんか垂れてんだけど、こっから。これ何これ。やっぱりこの始祖地はデスさんだから、最初からこうやってマグマが現れているのかな。もうこれが予兆が始まってるってことなのかな。まあ、というわけでね、最初に今回のねこのデスさんっていうのは、普通にねこの始祖地に来るだけでもね召喚されるものじゃなくて、いくつかね召喚されるための現れるためのね条件が必要だから、まずはねそれからちょっと説明していくと、一つ目はさっき入ったこのねデス .s っていう始祖地に来ること。まあ、これはねもうすでに最初からやってるから、これはもういいとして、二つ目はね毎回に存在する4種のモブを焼くことが必要って書いてあって、まあ、多分その4種のモブっていうのは見た感じね肉のことだったから、まあ、多分豚、鶏、羊、あと誰だっけ、えうさぎ、いや、あ、違う、あれだ、牛だ。とりあえずね、今は羊と豚、そしてね、鳥はあるから、あとはね、牛を見つけてね、倒して、それでね、肉をゲットしていこう。で、最後の三つ目なんだけど、最後の三つ目はね、召喚方法を作るための祭壇が必要だったから、まあ、そのね、祭壇を作るためのアイテムもね、ちょこちょこ集めていきながらね、まずはね、この人たちに異変がないか探していきたいんだけどさ、やっぱさ、さっきから思ったんだけど、この人たちさ、マグマやっぱ多すぎない？何これ。マイクラさ、まあまあな力やってるけど、こんなさ、マグマのことあんまなくない？え、すごいんだけど、ほんとにこれ。まるでさ、この山に一度ね、デスさんが現れたみたいなさ、異常なほどのマグマが流れてるな。まあ、今回のデスさんは、マグマとかね、炎を使ってくるらしいから、ちょっと早めにさ、鉄をゲットして、バケツ作ってね。で、このさ、水さえ持ってればさ、多分、倒せんじゃない？あれ？ってことは、あんま強くないか。デスさんはプレイヤーに炎を使い死へ追い込むために様々な怪奇現象を起こすという。そしてプレイヤーは全てを耐え切り夜を迎える。するとデスさんは空から消え。よし、というわけでさ、早速ね4種の肉が集まったから条件をね早速満たしていこうかと思ってさ、ちょっとね村に来たんだけどさ、え、何この村、燃えすぎじゃない？やっぱさっきから。え、なんでさ、こんなさ、いつも行くとこ行くとこさ、全部燃えてるの、さっきから。もしかして、デスさんがさ、僕が先に行くとこ予想して先回りしてさ、マグマでも置いてんのかな。痛い痛い痛い。え、待って。あ。え、待って、全ロスしたんだけど、待って、え、待って。なんか、スケルトンホースいんだけど、なにこれ？ちょ、もう。最悪。こんなことある？なんでスケルトンホースがたまたまここに湧いてる？なにこれ、マジで。え、せっかく集めた肉さ、全部消えたんだけど、もう一回集め直しか。え、ちょっと運悪くない？なんだこいつ。早っ。というわけでさ、さっきスケルトンホースにやられてから、もう一回さ、必要な肉集めてきたんだけど、待って。さっきよりもひどくなってんだけど、萌えが。え、ちょっとさ、この村マジ燃えすぎじゃない？何これ？もうなんかさ、全部燃えてるんだけど、まあ、とりあえずさっきのね、召喚方法試してみるかじゃん。というわけで、まずは、かまどを作ってあげて、で、このかまどでマグマを使ってね、4つともの肉を焼くらしいから、この4つをマグマでね、焼いてみよう。よし、オッケー。これでまずは、羊とね、牛、そして豚と鳥、4つの肉焼けたから、召喚方法の話的には、これでね、シード地と肉はいたの2つ達成したから、まあ、あとは最後ね、祭壇を作ったら、デスさんが現れたって言われてんだけど、今さ、肉焼いた感じ、特に別に変わってはないよね。まあ、とりあえず夜は一回ね、寝るか。邪魔するな！寝させろ！俺の眠りを邪魔するな！なんでこのゾンビ。勝手に燃えてるんだけど。じゃあな。まあ、というわけで、2つ目の条件満たしてみたけど、一旦そのね、太陽の感じ見てみても、この太陽自体はね、別に普通だよね。まあ、でもなんかさ、ちょっとだけ気持ちなんかでかくない？これ気のせいか。
というわけでね、召喚方法3つ目の祭壇を作ることが必要なんだけど、その目撃情報で使われている祭壇がこんな感じの見た目で、まあ、だから必要なものはソウルサンドとネザーラック、あとは金のブロックが必要だから、この祭壇を作るためにはね、一旦ネザーに行く必要があるんだけど、ちょっとネザーってさ、言えばさ、やっぱりね、マグマがね、めちゃくちゃ多い印象があるじゃん。ってことはやっぱりネザーにも何かいるのかな。え、ほら待って見て、今さ、ネザーに来た瞬間ここなんだけど、何これ。一歩間違えたらさ、マグマに落ちてたんでしょ僕今。え、こんなのさ、やっぱり怪しくない、ちょっと。え、怖いんだけど。とりあえずアイテム集めに行きたいんだけど、ちょっと土がないから一旦現世帰るか。オッケー。というわけでさ、ネザーに行って必要なね、アイテム集めてきたから、ちょっとね、この開けた山の上で祭壇をね、作ってみるか。まずはネザーラックを 3×3 で置いてあげて、で、真ん中にネザーラック2個でしょ？で、あとは四つ角にソウルサンドの塔を建ててあげる。で、そしてね、最後にここの上に金のブロックを置いてあげて、で、あとはネザーラックを燃やしてあげるんだけどさ、え、なんかさ、このワールドね、ちょっと昔のバージョンなんだけど、ネザーラックの色怖すぎない？何これ？なんか、血とか肉みたいに色してるし、ソウルサンドもさ、こんな人の顔みたいな感じだったんだね。まあ、というわけで、ここに火をつけたら、まあ、3つ目のね、条件を満たせるから、現れるって言われてたんだけど、行くよ。せーの。はい！というわけで、これで多分デスさんが現れるはず。どうだ？周りの感じは別に、まあ、変わりはないけども、太陽を見てみるか。はい。まあ、そうね、太陽を見た感じ、別に現れてないな。まあ、ただ、そんなすぐにね、現れるわけじゃないと思うから、ちょっとね、ここら辺で待ってみるか。というわけでね、さっきの召喚法をね、あっこで試してから、まあ、次の日がやってきたんだけど、次の日の太陽もさ、何も変化ないんだけど。え、もうこれさ、どうしたらいいの？え、何かさ、間違ってんのかな？ん？待てよ。そういえばさ、デスムーンの時もね、召喚方法試したんだけど、あの時確か自分とかね、モブとかを焼いて、その魂を生贄にして確か召喚したから、え、試しにさ、この炎の中で自分焼かれてみる？まあ、というわけでせっかくなんでね、この上にネザラック置いて、もう燃やして、まあ、この上で一回焼かれてみるか。じゃあ行きます。行くよ。せーの。はい。で、これで今僕焼けてるから、これでね、この僕の魂が空に上がっていって、それを受けにね、デスさんが現れるといいんだけどさ、一体現れるかな？よけ。これで焼かれてる。現れては、ないな。え、じゃあさ、どうしたらいいの？特にまだ怪奇現象も起きてないしさ、何も起きてないんだけど、ちょっと待って。え、待って、なんで？え、今さ、異変がないかね、ちょっと探したんだけど、え、なんかここにさ、祭壇あるんだけど、何これ？え、さっきさ、僕が作った山とさ、多分場所違うよね、多分周り。え、ちょっとさ、動画で見返してほしいんだけど、場所多分違うよね。え、なんでここに祭壇あるの？え、待って、じゃあさ、過去にこの城地で誰かが祭壇を作ったってこと？え、ってことはやっぱりさ、ここの城地って、本当に過去にデスさんがいたってことなのかな？まあ、でもたださ、別に周りに違和感がないんだよね、何も。え、これさ、一体じゃあどうやってさ、怪奇現象起きんの？祭壇も全部試したんだけど。やっぱあの村に何か関係あったのか。待って。ちょっと待って。え？何これ？え、なんか、マグマの滝ができてんだけど、なに。え、今ついさっきまでさ、僕向こう側の村にいたんだよ。で、今さ、アイテムもほら持ってないし何も一個も。マグマなんか出せるわけないのに、何この壁は。え、もしかして今さっき前さ村にいたから、そこをデスさんが狙うためにマグマの滝を作って遮断してきたのか。もしかしてさっきの時点でやっぱりデスさんの召喚に成功したってことなのか。でも太陽は別に普通なんだよね、ほら。じゃあこれ何本当に。デスさんの召喚方法を試した時、空に現れ世界を炎で燃やし尽くし、突然周りにはマグマの滝や炎が発生するという。何かこの呪いを解く方法は。つまりプレイヤーをさ、やっぱ焼いて倒すためにこんな壁作ってきてんのかな。何の音これ。ははは、ちょっと待って、は、え、なんかさ、上からマグマ降ってきたんだけど。何これ。え、これってさ、絶対にデスさんが僕を殺すためにやってきたよね、これは。え、だとしたらさ、今まずくない？ちょっと待って、どうしよう。え、あんなさ、デカさのマグマを降らしてくるって考えたら、これ一体さ、どうやってプレイヤー立ち向かえばいいの、こんなのに。とりあえず夜まで逃げ切ったから、一旦寝るかじゃ。夜は夜でさ、モブが現れそうだから怖いから、ちょっと一旦寝るか。というわけで寝ます。え、待って。何これ。どうなってんの、これは。え、なんでさ、村の中のベッドじゃなくて、溶岩になってんの。え、誰がさ、こんな落とし穴みたいなの作ったの？え、デスさんがこれ作ったのか？やっぱりさ、あの時、召喚に成功してて、で、このね、マグマの壁とか、さっきのトラップとかは、やっぱり、プレイヤーを襲うためのやつなのか？違う？あ、痛い。もうあれだ、もう、ゾンビも生贄になっといてくれ。よし、このゾンビの魂で、ちょっとどうにか勘弁してくれませんかね。まあ、さっきのさ、この壁って絶対さ、デスさんの技じゃん。でもさ、ずっとね、太陽は普通なんだよね。ただ待てよ、考えてみればさ、もう僕さ、何回も朝を迎えてるじゃん。ってことは、もうデスさんの教習は終わってるのか？さっきのさ、あのマグマ受けられた時点で、僕はね、もうデスさんに勝ってるのか？ってことは、この人たちにはデスさんはね、いたかもしれないけど、今回は僕の勝ちってことなのかな？
ってことはさ、この人たちにはもう別に何も現れないし、デスさんはもういないってこと？特にね、今回姿は見えてないから、もしかしたらデスさんはいないのかもしれないよな。え、待って、え、なんか待って上からマグマ降ってきたんだけど、待って、終わった。え、なんかマグマの壁に囲まれてんだけど、え、待って、これ逃げ道ないんだけど、何これ、え、もしかして今上にデスさんが現れて僕のことを襲ってきたのか。え、じゃあどうしたいの、これは。もうマグマの壁に完璧に囲まれてるんだけど、しかも今アイテムもないし、どうしようもないんだけど。え、待って、なるほどね、本当はまだデスさんは現れてなくて、今からがデスさんの攻撃の始まりだったのか。